サマーバカンスにホットパンツを履こうと開かれたファッションミュージックフェスティバル。踊るモデルも見る客もホットパンツ。はちきれんばかりの若さとエネルギーが舞台にあふれる。足に自信のない日本の女の子には不似合いだと言われたものの、どうしてどうして。街を歩けばどちらを向いてもホットパンツ。ホットパンツただいま流行中。ホットパンツが流行すると国民の生産性が低下するとか。確かにそうかもしれないこの勢い。食うも楽し、見るもまた楽し。若者は大胆に流行やアイディアをファッションに取り入れる天才だという。しかし、先立つものは何と言ってもお金。そこで生まれたファッションを安く貸しますというお店。会社が引けると OL 嬢たちは華麗なる変身を求めてやってくる。靴からカツラ、美容師さんに至るまで至れり尽くせりの変身術。この変身料を締めて5000円なり。はい、出来上がり。まばゆいネオンに照らされて、ショッピングにデートにいざ出陣。ファッションを積極的に着る彼女たち。それでも気になるファッションの店。流行のもともここにあるようだ。しかし、ファッションの流行は歌謡曲の流行と同じだという。今日も華やかな、しかし浮き草にも似た流行の先取りを予測してファッションショーが開かれている。